しつけないで。好きになった人が好きよ。付き合うのは、私なの。
はい、どうもこんばんは。どうも。こんばんは。なんか異常ですね、盛り上がりが。どうかしてますよ皆さん、ね、何しろ、ね、今日は、はいはい、昼ぐらいにももうなんか1時間ぐらいでもそうなんですよ、ね、この回が一番先になくなったっていう。そうなんですね。なんでまあ枚数が少ないっていうのもあるんですけども、まあ皆さんでも早い時間から ね来ていただいてありがとうございます。本当にありがとうございます。そう、はい、ありがとうございます。なぜかね、ハローでベリーズだけやってなかったっていう。そうなんですよ ね偶然。偶然なんすか。偶然です。別に避けてたわけではないです。本当に。いや、僕は峰明社長が、推しを避けてたんじゃないかなという。お、いや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 、推しと会うのを避けてたのかなと思って。いや、いや、ちょっとね、今日皆さんあれですよ、もう少しおとなしめで。あんまりね、いやいや、で、ようやく、はい、タイミングがありまして。そうですね、ベリーズゴー、しかも今日全員ですからね。もういつもは、ミニライブみたいなのを、他のグループさん来てもらってやってもらってるんですけど、はい、もう今日はせっかく7人全員いらっしゃるし、10周年ということで、もう全部トークで、はい、行きたいと思っております。なので2時間で長丁場で休憩も入りませんので、よろしく、いや、もう緊張しますよ。当たり前じゃないですかね。え、なんとかエンジョイ行きたいと思います。もうだいぶ温まってるんで、もう、そうですね、そろそろメンバーをお呼びしましょうか。はい、それではお願いします。ベリーズ工房の皆さんです。どうぞ。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、おかけいただいて。失礼します。なんかね、僕あんまり見れないんですよ。もう しょっぱなからこっちしか見てないじゃないですか。ちょっと、もうちょっと、もうちょっと、はい、頑張ります。左の方を見る感じで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。本当に顔真っ赤っかじゃないですか。いや、嬉しいですけどね、え、年がいもなく。いや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 、自分の娘ぐらいの年齢の子たちにね、前に赤くなってるっていうね。そうですね。これは好印象なんですかね、それも悪いんでしょうかね。いや、すごい嬉しいよね。嬉しいですね。いきなりぶっちゃけますけど、今日後ろで見てたんですけど、はい、ベリーズ工房がインストイベントやるとき、峰明社長はカメラがいく何台かあるじゃないですか、はい、1個熊井さん用のカメラ用意してた。またまた。ちょっと嘘嘘嘘。ちょっといいですか。仕事に私情を挟まないでいただきたい。初めて知った。いやいやいや、そんなことないですよ。もう切り替えればすぐ熊井さんに切り替えられるよね。しかもなんか今日服装似てません？似てる。なんか似ますよね。もうね、汗が出るんでやめてください。もうもうね、勘弁してください。もうなんかね、もう終わってもいいかなって。いや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 、これからです。これから2時間ありますからね。はい、とりあえずはい、じゃあ新曲 の、はい、ビデオを見て、 MV を見てとりあえず落ち着きましょうか。はい、はい、しましょう。しかないですよね。はい、じゃあかけていただきましょうか。はい、これ曲振りとかあった方がいいんですかね。曲振り誰にしていただきたいですか、社長。ちなみにちなみに誰に。7人いますけど1人しかできないんですよね、曲振りって。はい、誰、ご指名いただけて全然。熊井さんで。早い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 。やっぱり市場持ち込んでるよね、社長。迷いがなかったですね。はい、はい、わかりました。じゃあそれでは本日発売の新曲、大人の嘘でしょ。社長、何喜んでるんですか。似合ってる。何喜んでんですか。似合ってる。すいません、もうね、
俺ね、嗣永さん呼ばない方が良かったかもしれない2人ですからね、ずっとグイグイ来ますよ、今日いや、あの、ソロで出ていったいやいや、まあ、そら、それもじゃあちょっと次あの話お話しいただければ、ぜひスケジュールある、はい、あるんで、じゃあ、くまいちゃん、もう一回はい、それでは聞いてください大人なのよ
はい、キス工房さんで大人なのよ。はい、なんかいい変な雰囲気でしたね。おかしいですよ、君たち ね、あのこれ放送を見てる人は声聞こえてたか分かんないですけど、うん、妙なお客さんのテンションがアップになるとヒューってなるっていう ね。これ皆さん的にちょっとなんか笑ってたところとかあるじゃないですか、うん、なんかポイントがあるんですか、そういうあの、うん、I knowはいはい、ってところの、はい、ダンスで頭に手を置いてこう振る振りがありましたね、うん、その時にみんな基本的には指をぴったりくっつけて、はい、こうやるんですけど、うん、マーサだけめっちゃなんかこうヨーみたいな感じの手でアイノーってやってるのがメンバー的にちょっとウケたっていう。それちょっといいですね、それ一回後ろでうっすらあの映像だけ探せたりしますか、ちょっと気になります ね。しかもめっちゃドヤ顔なんですよめっちゃ決めてた2番だっけ、1番だっけ、1番の1番が分かりやすい、うん、一番のサビ前ぐらい多分癖なんでしょうね、指が、うん、なんかこのファイル名気になります、うん、あ、すごいファイル名がもうすごいよね、そのアレンジ力、うんうん、あれね、あ、来た来た来た、ね、なんでしょう、ヨーって、そうそういいですよ、この辺からさらっと流してもらい、はい、オッケー、君が。もう一回、もう一回。もう一回。もう一回で決めるんですよ。はいはい。いいね。よかった。一瞬だけど、輝いてる。次だよね、次だよね。わー、かっこいい。見せ。いいね、悔しいな、私のパートなのに。悔しいな、いいね。ごめんごめん。持ってかれたよ。しかも私のパートメキンの中でねあれに被っちゃってみたいなね。次から恥ずかしいね、気をつけろ、ちゃんとこう立てるから、いやいや今度からもう、いやいやもうねもうこれでしょ、絶対笑っちゃうから、これをまっすぐにしたら間違ってるなってみんな思うから、逆にねまず振り間違ったなって思っちゃうから、そうそうそう、あのちょっと今更なんですけど、はい、あの自己紹介してもいいですか、ね、確かにそうですよね、一応初めましての方もいらっしゃるかもしれないはい、放送見てる方もいっぱいいらっしゃいますのでね、はい、すいません、じゃあ、はい、からこういう順番でいきますね、はい、よろしくお願いします、すいませんね、もう全然全然社長、見ててくださいよはい、はい、ベリーズ工房のキャプテンを年々やっています清水咲です、よろしくお願いしますはい、ベリーズ工房の副キャプテンを最近始めました松焼みやびです、よろしくお願いしますはい、みんなのアドルキャンかわいいももちこと嗣中ももこです、よろしくお願いしますはい、もうすぐ20歳になります、菅井留守子です、よろしくお願いしますはい、10年間みんなのママやってます、須藤マスです、よろしくお願いしますお母さんママママはい、笑顔が取り柄の徳永ちなみです、よろしくお願いしますイエーイはい、アイドル界のスカイツリー久米田です、よろしくお願いします、うん、鼻の下伸びてますよ伸び伸びもうね、いじんなくていいですよめっちゃ楽しいね実際あのお話しされたことあるんですか、ないです、ほとんど、あ、そうなんですね、ご挨拶ぐらいですね、はい、そうです、そうですね、ご挨拶ぐらいですね、チャンスですよねな何がチャンスなんですかあの、そんなにあのあってもお話しすることはいや逆にだから僕握手会でがっついてるファン見るってびっくりしますよ多分いると思うんですけども何をそんなに話したいことあるのかっていうなんか人とかあれば全然受け付けますよ、この際ですなんか握手はできないけどこの距離でなんか公開握手会じゃないですけどなんか個人的な質問とかありましたら全然いや、あのね、個人的な質問もちろん ありますよ、用意してるんですよ、おただね、それは後ほどにしようか、お、うん、楽しみ、ね、いいんじゃないですか、今でももういきなりやります準備できるできますよね、いや、あの、個人的な質問というか、あの、個人、熊井さんにしかないんですけど出たっすよね、ですよね、ですよね、ですよね、ち
ちょっと、ちょっと CD 買ってちょっと剣とか集めてください。それやるんだったら。いや、あの本当にね、あの、はい、多分ね、みんなさんが知りたいことだと思うんですけども、はい、あのトマトは食えるようになったのかっていう。あ、トマトは、はい、本当にプライベート。何でもない質問っていう、ね、大事大事、はい、大事ですよこれ。先日成人迎えたんですけど、はい、未だに食べないですね。 あまりじゃあ泣いてしまうぐらい。もう本当見るだけで嫌です。今日もお弁当にトマト入ってたんですけど、りさこにあげました。はい、はい、食べました。完了です。あともう一個で、はい、あのこれの武道館で、はい、あの熊井さん MC やったじゃないですか。はい、やりました。また熊井さん、熊井さん、あのジャケットがね、はい、バーって、うんうん、で、あそこの話が僕ね、もう最高だったなと思ってて。ありがとうございます。よかった。武道館で まさかスコンブの話聞くとは思ってなくて、はい、であれは台本があったのかどうかっていうのは、それとも本当にフリーなのか、こう本番とか投資リハーサルがあるので、その時に よったんですよ。映像があるんですか。これは どうしよう、お話聞いてから見た方がいいですかね。あ、見てからお話聞いたらどっちが楽しめるんですかね。見てからの方がいいかな。そうですか。どうだろうね。はい、ちょっとどんぐらいあるんですか。5分もあるんで。いや、そう、全部見るんですか。いや、後半だけ。はい、見たいですか。見たいですか。いや5分ね、多分 DVD 出るから大丈夫。ゆっくり見れるから。出ます、3月19日に、うん、はい、出ますんで。じゃあちょっと、まあ、プレイしちゃってもう飛ばして。じゃあ流しながらみたいな感じでいきますか。はい、2分半ぐらいまで多分。武道館盛り上がってますね。お、いい煽りしてたね。いい煽りしてたね。この辺です。この辺、この辺ですね。いや、もう緊張しすぎてこのことあんま覚えてないですね。もう特にじゃあ台本もなく。そうですね、あのなんかこうみんなそれぞれアンケートは取ったんですよ、それぞれなんていうんですか、10年間何があったとかっていう、はい、出事のアンケートは取ったんですけど、全くそれを活用してなかったですね。はい、でも基本的にはそんなに台本とかなかったです。もうざっくりここでこうちゃんと思い出振り返ってねとかあったんですけど、はい、ね、なんかサラリーマンにあげた話を。スコンブの話ですよね。1万人が約衝撃でした、ね、衝撃でしたね、これね。でも熊井町すっごいお餅見ちゃったんですけど、はい、みんなで仲良くそのお弁当を園に食べてたんですよ。でも熊井町だけはその園に入らず、 MC の人とこの MC だけただ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 どう話せばいいですねとかすごい相談してて、そう、実際台本とかはその本当箇条書きすらなかったぐらいなんですけど、アンケートを元にだったんですけど、ずっとなんかもう胃が痛い、大できるぜ、胃が痛いとか言いながら、すごい、なんかその時は、はい、スタッフさんとこうのメンバーみんながアンケート取ってくれたやつで、なんか時に誰々が、こういうことがあったからこの話できるといいねとかってそういう話をしてたんですけど、私はもう本番の時はもう全部吹っ飛んで、それが全然違う話それがスコンボの話はい、そう、ほとんど自分だけの話してましたね。この後の、シャンプーの話をするんですよね。シャンプー、そうです、あの台湾式マッサージのシャンプーの話、の詳すぎる。うちら以上に覚えてる。いやいや、ちょっと聞いてみますか、少し。それをやってこう、まあシャンプー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 だから、張り切ってこうやってじゃあお願いしますって言ってシャンプーしてもらうじゃないですか。なんかやけに私はヘッドスパっていうイメージをしてたんですけど、全然なんか気持ちよくなくて、なんだこれはとかって思ったら、いつの間にか鏡見たらこう角が生えてたんですよ。あのウルトラみたいなやつ。本当に見ますか最後まで。ピヨーンって。あとでも1分ちょっとですよね。もうびっくりしちゃって、もうなんか台湾式シャンプーはこうとりあえず泡立てて、別に気持ちよくもないけどとりあえず泡立てて角を立てるっていうのがそうみたいです。そう、まあね、もうね、その印象が本当に。なるほどね。だいぶグルーヴが分かったと思うんで、ね。なんかこの日、お母さんとかも見に来てて、
で、お母さんの隣に友達が座ってたんですよ、ええ、そしたら友達がりんなちゃんってここまで喋れるようになったんですねみたいな、なんか言ってて、いやいや、しかもライブに友達を呼んだことがなかったんですよ、恥ずかしくって、今までずっと呼んでなかったんですけど、やっぱ武道館を見てほしいと思ったので勇気を持って呼んだんです。そしたらもうすごいなんか褒めてもらえて私は満足でした。いやいや、熊井さんファンはみんな褒めてますよ。もうこのね、いやもうありがとうございます。だってね、今お話聞いたらここはね皆さん の, その振り返りのパートだったんですね。そうですね、うん、そういうくくりでした、はい、それがまさかのまさかですね、スコット台湾式シャーマンシャーマンっていう、さすが、はい、読めなすぎですよね、さすがですね、さすが、うん、納得です。もう任務完了です今日はいはい、お返ししますみたいなお返ししますあの今日は事前に、アンケートを、お願いしていて、はい、でそれ皆さんお答えいただいたので、それに沿ってちょっと進行していこうかなと思っております。はいはい、なんですけど、まずはそのシングルとに引き続きですね、ベスト版ももう2月26日に発売になるんですよね。はい、それで、ありがとうございます。ありがとうございます。でもうシンプルに普通にあの思い出の一曲を収録曲から教えてくださいっていうのをちょっとお願いしてるんですけど、はい、これ結構かぶってて、これちなみに皆さんってお互いは知らない、その知らない、はい、そうなんですね、はい、じゃあその手で進めていきましょう。はい、その手でじゃあお願いします。はい、はい、やっぱりね、あなたなしでは生きていけないが一番多かったです。おで、これそれぞれ、ね、コメントもしてもらってるんですが、あ、そうだ、先に言っときますけど、すごい分量めちゃくちゃ多いんですよ。なので、後ほどこれ、ウェブに、タワーレボのウェブに、全部テキストでアップされる予定です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、穴なしが 1,2,3 人、もう半分、清水さんと熊井さんと菅谷さんが挙げていて、で次が何だと思いますか。おスペジェネ。次が B 元気が2票、須藤さんと徳永さん、はい、何ここの2人、なんか須藤さんちょっとノリがヒップホップなんですかね。ちょっとね。まあ、いやいや、今日ね、ちょっとね。やばいね。はい。で、もう全部発表しましょうか、とりあえず。はい、で、須永さん。須永さんが、はい、友達は友達なんだ。はい。で、夏崎さんがハピネス。はい。で、1票ずつって感じですね。はい。なんかありますか、皆さん。気になるエピソードみたいな。いや、やっぱりデビュー曲が多いんだなっていう、うんうん、あと美元気がなんか撮影が過酷そうなコメントを須藤さんと、そうですね、コメント読みましょうか、はい、須藤さんが、うん、MV 撮影は1月末だったので寒さを吹っ飛ばそうということで氷鬼をやりました。はいやりましたね、みんなで、うん、知られてるエピソードですねこれ、うん、で結構、はい、で徳永さんもこの曲は歌詞も衣装もダンスも全部好きです。 MV の撮影は真冬の外で撮ったので鼻水ダラダラで大変でした。はい、確かに、ダンスシーンが本当に横浜で、うん、外のロケだったんですけど、うん、もう日も暮れて真っ暗の中撮ってて、うん、なんで衣装とかも別に長袖とかではなくノースリーブみたいな感じで、うん、なんかもともとはそこで撮る予定はなかったみたいなんですよ、別の方たちが撮影で入ってたみたいなんですけど、やっぱ真冬だしさすがに外ロケはってなって、その方たちがそこを撮らなくなったからそこが使えるみたいになってなんすかそれ、そんな過酷なことをしてまでもあそこで撮りたかったんだと思って、うん、でも出来上がり見たら本当に寒いの我慢して撮ってよかったなって本当に鼻水がダラダラで大変だったよ、ね、ちょっとこれ流しながら行きましょうかね、うん、なんか修正も動画はすごいお金がかかるっていうのを言われてリアルだな、そうなんです、お金の鼻水したりするのにだから本当にティッシュ詰め込んだりとかしてました、間の時間は懐かしい、
楽しかったよね。これ薄くかけながらみたいな感じでいきましょう。これ本当に寒かった。懐かしいね。こう見ると全然わかんないですね。すっごい寒いです。その寒さみたいなのが。どうしてもこう、ここに行きますね。鼻水はどうなってるのか。これは倉庫のシーンなんですけど、倉庫も暖房とかがついてるわけではなくて、何もなんだ、一応寒かったんですよ。寒かったね。あれ風強いですね。はい、気合でした、すべて。眉毛細っ。やめてよ。違う、あの色を抜いてたからすごい薄かったのか。でもこれほんの2年ぐらい前の話ですね。そうね、けど懐かしいですね、もうね。なんかね、まず全然違う、別人。かわいいね。髪が長いね。みんな結構違うね。ミヤもショートだし、ショートだね。リサ子眉毛が、そこ気になりそう。眉毛が全開だからね。やばいね、すごい。髪の毛がちゃうし、変わってない。変わってないね。変わらない。一人変わってない人が。いや、ちょっともおち結びがちょっと急だな、ここ。大きだよ、ここ。すごい寒かったね、これ。すっごい寒かった。でもなんか綺麗だよね、やっぱね。綺麗だね。頑張ってよかった。懐かしいね。この奥のシーンはさ、なんかすごい倉庫みたいなところの屋上だったんだよね。そうそうそう。で、なんかメンバーだけが寒いのがかわいそうとかだって言って、私さんも半袖になって。いい話、いい話じゃないですか。そのメンバーだけは、温まった、はい、なんか暖かい格好してる大人が、いや寒いの我慢してみたいな言っても説得力がないから、半袖になってくれたっていう。はい、優しいね。優しい。ちなみに氷鬼ってどういうタイミングでやろうってなるんですか。その寒かったってのは分かるんですけど、はいはいはい、それこそ、はい、こうダンスシーンの時とか、はい、やっぱり設定日とかするときにやっぱり10分とか休憩時間ができるんですよ。はい、その時にやっぱり椅子でずっと待ってるのは寒いっていうことで、みんなでじゃあ遊ぼうってなったりして、氷鬼を始めるんです。はい、そこで氷鬼がチョイスされるのがすごい面白いなと思うんですけど。はい、あ、どうしました、大丈夫ですか。ちょっといいですか。はい、ちょっと言いにくいんですけど、はい、私その工業に参加し てないんですよね。そう、え、本当？一人だけ。参加してないんですよね。してなかったでしょ。そうなの。なんかこの B 元気の撮影とか、そのリリースのタイミングで、うん、やっぱなんか舞台裏はどうなんですかとか話しますよね。そういうのよく聞かれて、みんな工業に楽しかったとかすごい笑顔でみんな話してたんですけど、私一人体験じゃないって。何してたっけ。何やってたの。いや、こっちもいてやってたの知らないよって。私の知りたい。結構派手にやってたよね。いたよね。その日はいた。その日いた。いた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 。テントの中にいた。いや、結構その別に個別でなんていうの、その単独行動してたわけでもなく、普通に群れに沿って、普通に群れに沿って普通に活動してただけなんだけど、ちょっと氷鬼の時不在だったんだよね。じゃあ今やって混ざったらどうですか。あ、リベンジ。ちょっと混ざってもいい。うんうん。いいよ。うんうん。これ楽しかったね。これ一個ずつやったら終わんないですよ。そうですよね。こういう感じでもう大量に素材があるんですよね、今日は。おー、すごい。結構そうですね、時間見ていかないと。もう30分過ぎる。もう10時だ。朝まで。朝はやりたいですけどね。まあ年齢的にはね、もうできるようになっちゃったからね。じゃあ、あの話いきます。いや、懐かしいね。じゃあせっかくなんで、あなたなしで生きていけないも流しながらちょっと。わー、10年前だよ。大好き、あの話。かわいいよね。いやー、幼いんだもん。幼いよ、絶対。幼いんだけどさ、なんか一生懸命歌ってる感がね。でもここ埼玉スーパーアリーナで撮影したんだけど、この時にはみんなで花一もめとかやって、その時は参加した。参加しました。私いました、いました、いました。よかったよかった。ただね、名前呼ばれるのちょっと遅かったけどね。誰誰ちゃんが欲しいってやつ結構余ってたけど、でも参加してたことはしてた。かわいい。おお、かわいい。若い。ちゃんと眉毛があるね。もうすごい。かわいい。こうやって見返したりするんで、かわいい。わー、かわいい。本
見返したり見返したりします？普段いけるなかなかしないから恥ずかしくてできないよね、ちょっとあれもう前髪かわいいね、かわいいかわいい、かわいいね、お前髪この頃やっぱかわいかったよ、薄い感じがかわいい、うん、何何え、嘘だ、やばい、懐かしい、すごいね埼玉スーパーアリーナで撮るってすごいことだよね、すごいかわいい前髪入るのは知ってるよ、今と大違いだな竹中ちなみ、いや本当にこの時は素直に可愛い、今は本当無理やり可愛いって言ってあげてるから無理やりにも言ってないじゃん可愛いってバレてた、うん、でもちなみになんかこの時のイメージから今のももちが着ている桃色でしょ、そう、ね、つんくさがこの当時は色を選んでて、うん、ハピネス幸福還元の時も色があるんですけど、つんくさんが選ぶと必ず苦手な桃色が来るっていう、はい、今見てたからあカラーが今違うんだなって思う、ね、違います、すごい懐かしいです ね本当に大切な一曲ですね、これでもひたすら昔の映像を見て皆さんが可愛いって言ってるだけっていうのを延々続けるのも結構面白いですね、面白いメンバー的には多分ベリーさん的には達成感あんまりないですよね、そうですよね、はい、これ進めていきましょうか、あと夏木さんがなんかハピネスのジャケ、はい、ジャケシャがおすすめですか言ったあったんで、そうなんです、ジャケシャが可愛いね、可愛いハンモック、そう、あー懐かしい、これすっごい大好きなんですよね、うん、なんだろうピクニックしてるみたいな、なんかね、あんまり撮影っていう緊張感がなく、うんはい、楽しく撮影してたっていうか、ずっとなんか、なんだっけ、こうてなんかさ、遊ぶおもちゃとかもいっぱいあったんだよね、この時おもちゃあったっけ、そう、おもちゃみたいなのがあって、でもそのおもちゃで遊んでるの却下みたいな感じで、これがいい感じに撮れてたから、これみたいな、すごい防止率ですね本当だ一人だけ被ってないですね、はい、リーちゃんとももちだけ被ってない、ね、すごい帽子、これどういうシチュエーションなんですかね、これ、でもこの ネットに、うん、なんか3人が引っかかっちゃったみたいなかなそういう無邪気な感じ、無邪気な感じを多分表現してる ね、 そうですね、若いね、今同じジャケ写撮ってみたいだけどね、あそしたら も前髪分けるんだよ、それはちょっと絶対分けてね、ビフォーアフターないけど今の私たちが、いやすごいだって考えてくださいよ、あそこに真ん中にいる子ポニーテールじゃない、こんなちょっと白っぽいね、そうだね、シルバーみたいな感じの子がすごい無邪気にいいってやってるんですよ、そのギャップがね、つくやまさん髪分けるの嫌なんですか、はい、髪分けるの嫌なの、え別にそこ掘りなくてよくないですか、いやいやいや、もう今絶対そこ譲らないんですか、譲らないですね、なんで恥ずかしいんですか、え恥ずかしいんですか、はいはい、そのなんかね、そのなんすかいいですよ、そんなリリシー眉毛が見たいって人は多いんじゃないですか、あそこはちょっと何ですか、そのちょっとやめてください本当に、いや本当にね、これはちょっとお見せできる、激ハロっていうか、ちょっと待って、それ本当のやつだからやめてください、これ本当のやつなんで、ね、それ本当のやつなんで、僕魔女神持ってます、カツラボール、ね、江戸から着信、はい、タイムスリップトゥーンが行ってる、あれフルでおでこますからその時に舞台がありまして、江戸時代の時のこの役をもう一度さきちゃんがやって、はい、なんか本当江戸時代の子がやるようなじゃないですか髪型、うん、あれのカツラかぶされて、かぶされて、いやいやみたいな、そんないやいやみたいな、あれちょっとね、あれから本当トラウマです。あとみんなが笑うんだもん。でも生写真買ったぐらいですもんね。はい、よかったってことですよね。ええ、もちろんです。で皆脇社長、私すっごい昔なんですけど、はい、見たのがあって、その生写真みんなこうあるじゃん、ライブ風景の生写真とかあるじゃないですか、はいはい、そういう時に例えばここからミヤをこうミヤが歌ってセンターでこう歌ってる
んだけど、クマイチョが見切れたりするやつも購入してるっていう噂を聞いたんですけど、本当ですか？クマイチョがメインなのはもちろんなんだけど、全然メインじゃなくてただただ見切れてるやつとかを映ってるものなら何でも、ね、そうコレクションされるっていう噂は本当なんですか？タモリクラブですね、それね。すごい、すごい、拝見しまして。そう、どうなんですか？一時期集めてた時期があって、今はね、もうあまり、見切れまではさすがに、結構集めるとコレクターで全て欲しくなるんですよ、はいはいはい、で、オールワンナッシングで全て集まらないって分かった瞬間に興味がなくなるんですよ。好きとか嫌いではなくて、はい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 、それで確かに集めるものがだんだんなくなってきた時に、うん、嗣永さんのバックで踊ってる熊井さんの腕が映ってるやつがあって、はい、それをハロショで買ってたんだ。だから全員の写真は全部見るんですよ。ステライブ写真ってある。熊井さんが写ってる可能性がありますからね。うん、衣装とかで曲がこれ多分こうだからとか。うんうんうん、すごい、熊井ちゃん帰り気をつけてね。なんか何言ってんすか。気をつけて帰りなんかいろいろ。そうなんですよね。そういうのを聞いて、ご本人はどう思う？いや、もう掘り下げなくていいと思いますよ。もう流した方がいいですよ、この話は。でも素直にやっぱ嬉しいですよ、やっぱ。あ大人。大人とか言わないと。なんか逆に、ここにいるファンの方も、そういう腕だけ写ってる写真とか買ってる方いるのかなって、ちょっと今疑問に思っちゃいました。確かにそうですよ、ね、いらっしゃいます、ちなみに。もう全員手挙げますよ、きっと。そこ、本当もう峰明社長と全然晴れるぐらいなんだ、みたいな。ざっと見た感じ、いらっしゃらない。いらっしゃらないですね。みなきさんが一番です。はい、ナンバーワンですよ。腕だけはね、ないよね。いや、昔そういうイベントがあったんですよ。ハローショーで売ってる写真をみんなで見せ合いっこして、はい、スライドに写して、はい、どれが一番可愛いかとかっていう。アンオフィシャルなイベントが。アンオフィシャルなイベントがあって、はい、そこで僕、見切れ写真っていう、こうカテゴリーを知ったんですよ。その方は石川理香さんの見切りを集めてる方で、それでコレクターキースのオールオアナッシングなんで、はい、やっぱり全部集めないとっていう思って、大変でしたよ。でも誰の腕かわからない時とかないんですか？ありますね。だから確認できたものだけです。あ、なるほどなるほど。この衣装だったらとか、このポジションだからとか、DVD とか、はい、フォーメーション見て。すごい。ちなみにそこまでされてる方いらっしゃったら、ちょっと手挙げてもらっていいですか？ざっと見た感じ、いないですね。いや、もうね、俺この話をもうタモリクラブでして大失敗したなと思って。すごい。結構ね、普通のことだと思ってたんですよ。いやー、すごい。すごい。まあまあまあ、僕の話はもういいですよ。すいません、すいません。せっかく来ていただいてるの。いやでもね、はい、この反応を見てね、楽しいですからね。いえいえ、次行きましょうか。はい、はい、でんでんって特に何も出ないですけど、10年間の活動の中で印象的なライブや忘れられないライブの一場面を教えてください。うん、また映像素材があったりするのでちょっと面白そうなんですけど、皆、さん気になるのあったりですか？やっぱり皆さん武道館っていうのが、はいはい、そうですね、うん、はい、で映像があるのは、徳永さん、はい、これ面白いですね。お叫び、竹部ハウスの名古屋公演、はい、ファンの方がお誕生日サプライズで、はい、客席をサイムでっていう映像があるんですよ。そう、お誕生日当日だったんです、この日。すごい映像ですね。これスマホで撮ってる映像ですよね、スタッフさんが。これ初めて見る、私も。すごいですよ。お宝映像じゃないですか。ね、わ、懐かしい。懐かしい。なんかこの年になぜかわかんないんですけど、その目標をレインボーみたいになりたいことを言ってたら、ね、24人ファンの方が会場になんか虹に変身させてくださって、あ、なんか喋ってますね。してる人のペンライトの色を応援するじゃないですか、多分そうですよね。声全然変じゃない？だからすごい、そういう意味でいつもレインボーなんですけど、こうやって虹みたいに色が並んでる会場を見たことがなか
でちょっと切れたの今なかったよね嬉しいです嬉しかったの本当にすごい映像じゃないですかでもちょっとレインボーになってるのが分かりにくいちょっと分かりにくいですね、うん、すごい綺麗だったんです7色ですごい綺麗だった確かにこれ多分1分劇場って書いてあったんでそれ用に撮ってたんでしょうねじゃあ昔のマネージャーさんがちょっと言いたいはいですねそうそうあとやっぱりあれですね武道館ライブを菅谷さん清水さんはい、うん、はいね、あとまあ夏焼さんも埼玉スーパーアリーナ武道館ライブ、はい、で久さんが埼玉スーパーアリーナそうですね埼玉スーパーアリーナも上がってますね、うん、いくつか武道館ライブは菅谷さんの最後のアンコール明けの MC いや大丈夫大丈夫です映像大丈夫です大丈夫です行きましょう本当大丈夫あ本当大丈夫です ありますあ、ありましたありましたお ありましたね本当に1分半ぐらいのいや大丈夫ですおそうですねやばい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 ありがとうございますやだやだ本当に大丈夫すごいね声援が、うん、めっちゃいい映像じゃないですか僕まで泣きそうですよもうねえやばいちょっと大丈夫そうですねなんか昨日のお昼ぐらいまでは全然実感を全然出なくてだけど夜になるにつれてあ明日本番じゃんと思ってどん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 緊張しちゃって。でまあこんなね大きなところでやるのってすごい久々だからなんかこんなに今平時なのに集まってくれると思わなかったしだからなんかすっからかんだったらどうしようとかだとかすっごい不安だったんだけどでも平日なのにこんなにこんなに平日押すね平日押すねこれ真っ白だったのもう泣きすぎて私たちに会いに来てくれたのがすごくすごく嬉しいですやだまだまだベリーズ7人で力を合わせて頑張りますので応援よろしくお願いしますお疲れ様でしたいいいい、ねはい、いやあの明日発売の、CD ジャーナルでこの間ベリーズ講座取材させてもらって、はい、で菅谷さんが、はい、なんか結構人前で泣く機会が多かったんじゃないかっていう話した時に、うんうん、心が疲れるんですよね言ってた言ってた心が弱ってるんですよねみたいな話して、うん、言ってたそうですねちょっといやなんか、ま、ちょっと疲れてる時ちょっとだけ疲れてる時になんかちょっと感動されることとか言われたりとか、はいはい、そうやってやってくれたりとかするとズーンって来ちゃうの来るので、もうこの涙腺がうるるるるっていうのが来ますね、結構ね、本当にそういうことが多いが多いですね、多い、うん、はい、すごい平日増しがすごい。兄、ね、ちゃんちょっと今日も平日だけどちょっとそうだね。すごく嬉しいです。皆さんありがとうございます。うん、あとあれですね。つぐながさんははい、ももちです。やっぱり言うんですね。そこはね。そう。訂正が入る、ね。訂正が入る、ね。何回も言ってたんですけど誰も拾ってくんないから聞こえてないのかなって感じ。けど5人のライブ映像がなんかベリーズ工房2009年秋目立ちたい、うん、愛知県勤労会館公園大阪が5人でやったっていうのがそうなんです、うん、その時これ映像はちょっとないんですけども、はい、ないんですねないんですすいませんすいませんすいません東京公演のはあるんですけど、期待しちゃいましたすいません、いやそうですちょっとインフルエンザがベリーズ工房内で流行ったことがあってでその時に今インフル工房って言われて
ヤフーニュースとかにもそれで載ったりとかあったんですけど、そう、熊井町とちーちゃんがインフルエンザになっちゃって、うん、で熊井町リハーサルまで実はいたんですけど、そうなんだ、はい、でも本当急に体調があってなって絶対インフルだってなって、うん、まあ、お医者さん行ったらそういうことだったので、まあ、5人でやることになったんですけど、すごい、まあ、もちろん武道館とか埼玉スーパーアリーナもいい時なんですけど、大変だったとかすごい心に残ってるのはその5人でのライブが結構。5人っていうのはあれですか、一番最初、一番少ない人数でやったコンサートって最初で最後だよね、うん、6人とかはまあ結構あるんですけど、夏崎さんがいなかったとか僕見たことありますけど、はい、そうなんです、ね、こっちが、はい、5人は初めてだよね、はい、印象的で。でも当日までリハやってたってことは、え、歌割りとかポジションとか超大変じゃないですか。まあ、まあ、赤字でピッピッピッってそのディレクターさんが ここの例えば熊井のところはじゃあ継ぐとかそういう風にやってそれを覚えて披露するみたいな。でダンスとかはいちいちその穴開いちゃうじゃないですか、隙間が、そこいちいち全部埋めるって決めるのは大変なので、本番やっていきながら空いてるなと思ったらチュッて詰めてみたりとか、そういう風に対応してやりました。俺歌割りとかってそんなすぐ対応できるもんなんですね。10年やってます。あさ、何？何？どうした？何でもない？あ、私にはあまり回ってこないから負担ないんだと思って。まあじゃあダンスだけ頑張るから。まあさ、いつも埋めてくれてありがとう。頑張ってる。はい。こんな感じですかね、ライブの、ね、なんかね、僕ね、後半がすごい気になるのが多いから、先やっちゃいます。なるべくね、後半に向けてちょっと、ね、行きたいなと思ってるところなんですけど、はい、次に行きましょうか、はい、これはもう、あれですね、映像ない、はい、次の質問が、はい、10年間活動の中で最も辛かったこと、これまでにサボろうと思ったことなんかはありますか、うん、それはどんな時ですか。どうしたちーちゃん、どうしたの、どうしました、どうしました、どうしたちょっと言うすぎる、どうした、あの10年間辛いことがいっぱいあったんですけど、今が辛いんです、あのじっとしてないといけないじゃないですか、あもうあの椅子に、え、いいよ、歩いて、歩いて、全然歩いていいですよ、全然歩いてもらって大丈夫です歩きながら、ね、あーすっきりする、あ、で進めてください、あ、はい、自由に歩いてるんで、あの本当に、ね、自由に歩いてもらって大丈夫です、あの木に、あの過去にあの降りていった人います、ね、次にも降りていった人いるんで、であのそれはいいや、あのほら、あとね、あの裏に雑誌取りに行った人いましたね、いましたね、あの放送中にちょっといいですかって言って裏に行って雑誌を取ってきて、なんか急に読み出したアイドルの人、自由だね、最強、まあ、キカユウさんだよね。キカユウさん、すごいな、そうです、あのちなみに降りていったのもあのキカユウさん、すごい急に質問し始めて、で、あの降りていってマイクでどっから来たんですか、どっか、やっぱソロは違うね、すごいね、はい、じゃあ行きますかね、はい、じゃあ徳永さんがあれだったので、あれあれ辛かったのは10年間で一番辛かった、これね、面白かったですよ、うん、映像もありま ありますよね、え、そうなんですか、いいですよ、今に立ってこう、うん、あー、懐かしい何にアイドル世界遺産になれますように、チャチャ新聞のプロジェクトよろしくお願いします、一人でタイに行った時だ、まあ、みんな知ってますよね、多分この後どう転移するかは、懐かしい、これはなんか世界遺産の800年の歴史があるということで、世界遺産にもなっていて、私たちはですね、クマイチよりもこれで高かった、始まって15年涅槃像っていうやつで、世界ですよね、アイドルの世界遺産になれるようにこれからも頑張っていきたいと思います、ハロープロジェクトよろしくお願いします、えらいね、えらいでしょ、自分のことじゃなくてハローのこと、たまたまたま、どうしたどうした、あーやだ見たくない、これほんと強かった、ちょ、やだやだ、かけんな、無理、一人って辛いんだね、待って、ほんとに怖っ、7人だと、きっと誰かがやってくれるから、ニアトリはやりたいって、うん、あ、そうね、うん、やってみたい、あ、全然いけるんだな、千秋さん、
なんか別に好きじゃないんですけど、チャレンジはしたい。本当だね。すごい、すごい。あーすごい。一人って逃げらんないんだなっていう。あーそうですね、はい、誰もかばってくれないですし、一人で買いに行って、なんか7人のありがたみとか、本当にみんなに支えられてるなって思いました。この時気づいたの。この時気づきました。それまでは本当にのんきにやってきちゃったんで、本当みんなにはもう迷惑もかけてたと思うんですけど、このチャチャシングの時に初めてもう良かったと思って。あーもうこの時やばい、緊張感マックスでした。大丈夫大丈夫、待ってますね。マネージャーさんが、マネージャーさんが、やだおなかいい映像じゃないですかこれ。やだーやだー、なんかねなんかラブラブのラブラブ回してるみたいな。やだラブ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 だったよね今。ちょっと良かったですね今ね。やだやだ、拍手してるおばちゃんが。いや拍手してたよ、二人おめでとうみたいな感じだよね。結ばれてよかったねみたいな。やばい気持ち悪い。あマジで泣いてますねこれ。本当にやばかったです。この日の夜ホテルで、はい、まあ、もちろん一人部屋なんだけど、はい、ですけどお風呂入りながら泣きました。もうシャワーなの涙なのか分かんないぐらい泣いて。そこまでなんだ。ちょっともう帰りたくなっちゃって日本に電話しようと思ったんですけど、電話もつながず本当に辛かったなっていう。ただなタイの方たくさん一緒にチャチャシングを歌って踊れたのは、本当に一人で行ってよかったなって思います。いやでも肩組んだシーン良かったです。やべーやーそこ良かった。ちなみのラブシーンとかドキドキしてるやーねちなみのラブシーンは結構ね貴重だったよ、びっくりしちゃった。で次行きましょうか。これ映像ないんですけど、辛かったことで須藤さんがライブの次の日に富士山に登ったこと。超辛かったですよ。でもハロープロジェクトのコンサートだったんで、はい、その単独みたくすごく体力そのいつもみたく使うっていうのがなかったんですけど、うん、でも確かその何公演かとか2日間とか続けてだったんで、うん、やっぱり大阪の初日だったっけあれだから、多分リハとかも含めてすごく結構やったんで、もう辛かったですね。ちなみと一緒に登ったんですけど、うん、あれも一緒に2人でこのまま帰ろっかみたいな本当に、うん、なんか富士山乗る前に事前に勉強してたんですよ。乗る前登る乗り物のような登る前に勉強してたんですけど、うん、なんかやっぱ睡眠時間はたくさん十分にとってから、ええ登った方がいい、高山病にならないように、うん、ってなってたんですけど、ね、朝7時ぐらいに集合だったんですよ。で、だからもちろん5時半とかには起きなくちゃいけなくて、でも夜の12時半とかにまだ事務所にいて、準備とか2人でしてて、父さんの準備、父さんの準備でもそこで、なんか真夏の富士山の屋上でも、はい、屋上どういうこと、頂上あー難しい。頂上でも、はい、マイナス1度とかの気温があるらしくて、ジャンバーが欠かせないんですよ、うん、なんか準備してたそのジャンバーがなくて、ちなみのジャンバーが、ないまま登りました。すごいなんか体張ってるね、なんか血辛いことばっかりやってる。本当にそれ絶対本当事務所の方は私はアイドルとして扱ってないんですよ。はい、あれだ、ハロちゃんちょっとノイズの、なんかノイズになってますね。パソコンかな、パソコン、ハローチャンネルですね。あ、はい、すいません、はい、はい、でも良かったなって思います。きっとその企画なかったら、もしかしたら登ってなったかもしれないから、ね、やっぱ頂上にたどり着いたものだけが見られる絵もありましたし、それは良かったよね。まあ、今ほら世界遺産にも登録されたんで、富士山やっぱり一度はね、みんなも登ってみないと、うん、機会があればね、すごい嫌そうな機会があれば。え、晴れてたの、ちゃんと晴れた、超綺麗だったよ、良かったね、したらこれが一番なんですね。はい、辛かったです。辛かったね、本当に本当に辛かったね。と、舞台が辛かったって人もいて、いや、津永さんはね、飛行機が苦手。それ？え、
っと待って、バカにしないで。なんか飛行機ってその怖いっていうのももちろんですけど、そのももちなんか耳が弱いのが気圧ですぐピーンってなっちゃうんですよ。でそのままライブとかやって、だからあんま聞こえないままライブやるのも大変だし、思いのほか急に踊ってたらパッてその耳が治る時あるんですよ。めっちゃ爆音になってその瞬間そう、そういうのがすごい結構大変なんですけど、でもファンの方の顔見たら、まあ、なんすかそれそんな、いや、ってそれ、ほんとねえさかん、起きてる起きてる起きてる平気なんで私に同意求めたのねえ、うん、ねえそうだね、ときちゃんが大変なの大変、うん、キャプテンってやっぱ大変なの、うん、大変だなって思うときはみんながバラバラな行動するとき、はい、これね、こういう感じねそう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 、こういう感じね、うん、あ椅子の高さも全然変えてもらってないですよ、うん、変えなよ、はい、大丈夫、変えた人がすいません、ちょっと足が届かなくて、うんうん、はい舞台の話で、うん、菅谷さんが激ハロー我らジャンルの時にもうたくさん泣きました、はい、もう本当に泣いたね、めっちゃ泣きました、うん、基本泣き、ね、泣き虫な感じあーでもその時もう弱ったんですよね弱ったね、本当に弱い、本当に何回も、もう絶対今日行きたくないったし、行きたくないって思ったし、行くのやめようかなってすごい思ったこともあったしこのまま逃げてやろうとか思ったこともたくさんありました熊井さんも舞台が結構あったって言ってますね。そうですね、私、うん、あの三億少女の時に、うん、まあ、レインボー主役でみんなそれぞれ主役が変わってったんですけど、うん、私初日だったんですよ、うん、でこう監督さんとかプロデューサーさんにもやっぱ初日でイメージってつくじゃないですか、うん、舞台って、はい、って言われてすごい圧をかけられたというかプレッシャーがすごくってもうだからその日終わった瞬間もうなんか脱力しちゃって舞台裏で、うんうん、でも力抜けても起き上がれなかったんですよその時、あもうなんか達成感もあったんですけど、でもリハーサルすごい辛かったなと思って、うんうん、2週間ぐらいしかなかったんですリハが確か、やっぱりライブと違います、全然違いますね、うん、やっぱセリフも長かったのでその時、うん、全然頭に入らなくて大変でした、うんうん、はい、結構舞台ってあれなんですね、大変っていう人が多いですけど、そうですね、うん、皆さんどうなんですか、逆に舞台結構好きとか得意みたいな、マーサーは大好きだよね、生き生きしてる、舞台は好きです、でも、うん、私もジャンナ辛かったです、なぜかというとミュージカルって聞いた時にこれはやばいぞと思ったえ、なんで聞くぞこう意地悪だなえ、わかるでしょ、お歌の方がさ入ってくるじゃんお歌の方が入ってくるじゃん、ミュージカルって、うん、だから来た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 と思ってで大変でしたね、でもやってみて、うん、すごく楽しいなと思って歌にも向き合うようになりましたそこでそこでめっちゃ順番やってきたけど、そう9年間ジャンヌっていつですか1年経ってないぐらいですねすごいな、さすがですね歌に向き合うようになった、ね、今でもジャンヌなかったら向き合ってなかったかもしれない。そうだよね。ジャンヌに感謝、感謝してる。ありがとう。はい。次行きましょう。あ、もう結構もうね、ね、半分いっちゃったんで、はい、で、こっちにしようかな。うん。はい。メンバーに対して実は尊敬しているところを教えてください。おお。なんか10周年っぽい企画ですね。ねこれじゃあ誰からいきましょうかね、これ全部面白いんですけど、お全員いってないんじゃないですかね、全員、うん、でいきましょうか、はい、誰からいきます、じゃあまず清水さんから、お、はい、なんなのさきちゃん、なんなさね、清水さんはすごいキャプテンらしい、あのそれぞれ、それぞれに尊敬しているところはたくさんあります、裏で頑張っていてもそれをあえてそれを言わなかったり表に出さないところかっこいいなって思ってます、みんなそういう感じ、裏で頑張って、なんかベリーズって結構みんな負けず嫌いなので、うん、なんか自分の弱いところを見せたくないじゃないですけど、なんかその頑張ってます私見たところを見せないのはすごいかっこいいなと思います、うんうん、それってみんな結構みんな割とそうです
はい、割とね。なんか雑誌のインタビューでも見せないって言ってましたよね。あんまりこう見せたくないというか、うん、個人練習をしてます、うん、してきましたってことを、うん、全然言わないよね。言わないよね、うんうん、その辺ベリージュさんちょっと、うん、そう、それここで何ですか、ミステリアスというかちょっとわからないところだったりするんですね。だからそこが、うん、そう、僕だから武道館って言われた時も、武道館目指してたんだっていうのがあんまり表に、ほら表に言わない、言わないから、言わなかったんで、なんかすごいこうなんでしょうね、多分なんとなくこうでやってほしかったらやってあげますよっていう体なのかなと思ったんですよ。そんな上からじゃない、そんな上からじゃない。いや、なんか必死にこう今のアイドルグループみたいに武道館目標ですっていうようなグループじゃなかったんで、なんか事後報告にしたい感はありますよね。例えば今すっごいじゃ丸々でライブやりたいと言っても、今は胸の中にそっと潜めといて、実際実現できた時に実は3年前からみたいな風に言いたいタイプなのかもしれないですね、うんうん、もしかしたらですけど、その辺がだから知らないけど、もしかしたらどっちかというと、けど言わないだけですっていうのは綱永さんのなんかインタビューで、うん、CD ジャーナルのインタビューで読んで、あら、いいこと言ってました。うん、言ってました。ちょっとももちゃん気になるのは、そのさきちゃんのインタビューで、みんなそれぞれところがいろいろたくさんみたいな、うん、すごいなんか具体的にどういうところかなっていうねえ、お前もね、確かに知りたいですよね。んみんな一括りじゃなくて、そのキャプテンだから一人一人、だってみんなそれぞれなんて書いてありましたっけ、いろいろ割とね、例えばですそれぞれに尊敬していることはたくさんあります。尊敬しているところがたくさんあります。それぞれに尊敬しているところがたくさんあります。突っ込むね。なんか知りたいなみたいな。一人ずつ？まあ、軽くでいいよそんな。いっぱいあるだろうけど。上からだ。うん、ミアはなんかプロ意識が高いし、こう自分に似合うとか似合わないとかあるし、なんか。うん、そこを最後まで自分の意見を貫き通したりするところだから、うん、私はこの衣装着たいですって思ったら、それをちょっとスタッフさん、んどうだろうと思っても、いや絶対に合うので着させてくださいみたいな、うそういうところがかっこいいなって思うし、熊井ちゃんはこっち見た、こっち見た、近い順にね、近い順に、はい、近い順に、熊井ちゃんはなんか周りの空気を読んでなさそうで読んでるところ、だから私ここ出ちゃいけないなって思ったら、ちょっとこう一歩引いてる感じ、なんか水野は結構こうみんな意見を言うタイプだから、そこをちょっと控える部分が、あ、ちょっと大人だな熊井ちゃんって思いますね。わかるわかる、本当ある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 よね、あるある、本当、うん、で、ちなみはメンバーの前でこう弱ってるところを見せないところ、常に明るく現場を盛り上げてくれて、メンバー誰かがちょっと元気ないなっていう時には、うん、キャプテンみたいな、うん、そういうところ、しんみちゃんみたいな、そういうところが、あ、ちなみのおかげでちょっと元気出てきたなとか思います、うん、まあ、基本タイでしか弱んないからね弱ることがない、タイすごいな。で、マーサはまあベリーズの母としてメンバーをすごい陰で支えてくれてるし、あと私の個人的な相談もすごい聞いてくれる。あ、気になりますねそれね。そこは言えません、そこは言えません、個人的な相談言えないですか、はい、言えません、個人的な質問だけはちょっと三木社長しかできないっていう、ね、すいません、そこだけはすいません、わかりました、わかりました、はい、で、リサ子は、まあ、リサ子もミアと割と似てて自分の意見をしっかり持ってるし、一番最年少なんですけど、なんか自分我が道を行きますみたいな、そういうところが最年少には見えない大人らしさがあって、で相談もすごい聞いてくれるし、なんか逆にお姉さんなんじゃないかなって思う、頼りがいがある感じがします。で、ももは何笑ってんのなんで笑うの、半笑い、半笑い、普通にいいよ、流れでいいよ。ももはねほら、いっぱいあるからね、ちょっといろいろね、まとまんないんだろうね、たぶん、なんか、そのそのモテションを保ってるところ確かに心が折れずにね、そうそうそう、なんか、確かにね、私とかファンの方にとか言って言われたら、ちょっとわーってなるんですけど、なんか逆に反抗していくところなんでそこなのみたいなところがすごいなって思って何で笑ってんのよ
いや、なんで半笑いなんですかね。いや、なんか面白いなと思ってありがとう。常田さんも心折れてるんじゃないかなと思うんですけどね。だと思ったら優しくしてくださいよねえ、皆さんにも言ってますよ今そうだよね。おおはやめて、恥ずかしいからはい、辛い時ないか言ってるよ絶対ある。ある。私タイ一人で行っても大丈夫ぐらいのその強い心臓を持ってるんで大丈夫です。全然夜中泣いたりとかしてないですし。いや、あるでしょ。ないよ本当そんな、まっすぐな目で見つめないであの清水さんがその須藤さんに個人的な相談したりするって言ってたじゃないですか、うん、はい、そういう感じで常永さんに相談されるっていたりするんですか。しないですね。しないんだ。でも誰にもしないっていうか、まあ、あんま相談本当にないっていうのもあるんですけど、うん、誰にも言わないです。親にも、うん、親にも言わないんだ、はい、メンバーにも誰にも言わないです。誰も信じてないって言ってたやだ怖い怖い、ね、怖い本当なんか言ってきたんです。それ言ってきた。そんな人間不信じゃないの。私は誰も信じてない。すごい。なんでその話なんだっけね。でも本当に私は誰も信じてない、はい、メンバー家族も。でしょ。言ってないよ。やばい。言ってない。言ってない。本当に言ってない。本当に言ってない。それどんなシチュエーションですかそれ。すごいそれ。わかんない。せめて家族ぐらい信じてる。でもね家族も信じてないって言ってて、すごいですねって言って、どういう家族なんだろうって。全然相談しないだけでもちろん信用してます。相談事がないからです。はい、相談事自体がないんですね。はい、もう何にも。本当にびっくり。すごい人間不信な子に見えてて大丈夫ですか。はい、いや今多分ツイッターすごいですよきっと。ねえブログ炎上すんじゃん。勘弁してよ。はい。はい、で嗣永さん、そんな嗣永さんは、なんて書いてんだろう。普段ふざけていてもカッコつけようと思えばカッコつくところがすごいって尊敬います。うん、いつもももちのせいで映像撮り直しになっちゃって許してにゃん。ですって。何の静まりか。映像撮り直しっていうのは、例えばそのミュージックビデオの撮影とかしてて、うん、最近はこうかっこいい曲とかのリリースが続いていて、うん、笑顔で踊ったりするとすごい怒られるんですよ、うん、みんな正直今回あの今日発売になった1億3000万総ダイエット王国とか、うん、そのやっぱタイトルだけ見ても、まあ、おかしいじゃないですか。おかしいですよね。面白いじゃないですか。面白いじゃないですか、うん、私、はい、ゴールデンチャイナタウンっていう曲とかもその、はい、チャイナにかけてイーチャイナとか、うん、ダジャレ言ってて、そのおかしいじゃないですか、うん、その歌詞だけ見たらね、うん、面白いのにその曲をドヤ顔で本当にカッコつけて歌わないとそのディレクターさん撮ってる人から怒られるんですよ。で実際ゴールデンチャイナタウンとかはももちがそのちょっと笑顔で踊っちゃったからみんなが撮り直しになって、うん、一切全部使わないで今からまた一から撮り直しますみたいな感じになっちゃって、そういう時は本当申し訳なくて許してにゃんっていう気持ちになったっていう。なんでこんな静まりされてるの。すいませんね。許してにゃんを言うとちょっと静まりますよね。はい、まあ、言う前から静まり返ってましたけどね。割とでもそういうことって多かったりするんですか。あ、でもゴールデンチャイナタウンの時半端なく言われてたよ ね。あ、そうなんだ。本当だからソロ のクローズアップバージョンとかあるんですけど、はい、もうその時とかだんだんモモの顔が引きつってくるんですよ。笑っちゃいけないって言われて、なんで笑っちゃいけないのみたいな顔してるのがだんだん出てきちゃってて、その顔も使えないからちゃんとやってみたいな。そう結構言われて、笑っちゃ笑顔になっちゃう。どうしてもアイドルなんで笑顔になっちゃう、まあ、みんな1回とかで終わるんですけど、私5回とかずっとダメダメダメって言われてて、だからカット割り出来上がりめっちゃ少ないんです。そう、なるほどね。だからちょっとももちファンの方は本当私の実力のなさで、うん、言わないですけど。そう、謝罪の気持ちでいっぱいです。ってだって何にも言ってくれないじゃないですか。ね、不反応だからもう言わない。でもみんなに対してはふざけたりしててもすごい かっこいい人はかっこいいからすごい尊敬してる。すっ
っごい尊敬してます、うん、特にこの今ミュージックビデオ流れてる1億3000万総大東国のその B メロのところリサ子とミヤの1億3000万すっごいんですよ。あそこの迫力とか素晴らしいですね。これ今サビなんですけど すごいなと思って、さっきのツインテールもすごいなと思ったり。かわいいね、いじゃん、お人形さんみたい。何そのさきちゃんのツインテールもすごいじゃんって何それ。本当に深い意味がない。怒ってるよ、ちょっと怒ってるよ。本当に深い意味がなくて、そのすごいすごいじゃんってどういう意味。褒めてんのそれは、何なの。褒めてるよ、うん、ね、だってかわいいよね、みんなね、ね、ね、ほらほらね、ほらももちゃんさ、二人結ぶのこの時禁止されるのに、さきちゃんはありなんだよ。そうだ ね、許されてる、すごいよ。確かに、ますね、じゃあ次行きましょうか、うん、はい、次からは各メンバーがあれなんですよ、その今までのお二人はあのみんなって言ってたじゃないですか。今度は一人一メンバーあげる感じになってますね、うん、はい、須藤さんが、はい、尊敬しメンバーに対して実は尊敬しているところが徳永千奈美ちゃん。おお、奇跡。罰ゲームとかやらせちゃってもやだやだ言いながら絶対やってくれるところ。さっきのあれですね。まさにそうですよね。もう絶対に拒否することはない。ないですね。昔は例えばみんなでのダチョウクラブ食べてはいはいはいって言ってあげて、チリが多分途中とか言ってあげてもちなみにどうぞどうぞとか振ったりして必ずちなみにやらせるんですけど、チリはあの絶対に断んないでやってくれるところはすごいなと思いますね、うん、本当に嬉しいです。すごい笑顔。そうですね、なんかあんまりなんか自分これが得意ですとかないから、とりあえずやっとこうみたいな感じでやってるんですけど、最近だったらあのなんかのにジュースを飲んだりとか、あとはなんだろう、あの結構そういうのがあるんですけど、うん、結構辛いです。あのカメラが回ってないところでお水がぶ飲みしたりとかしてるんですけど、うんうん、でもなんかそれで楽しんでもらえたら別にいいやって思います。えらい、さすがですよね。さすがもう千奈美ちゃん、はい。はい、では次、これちょっとね意外ですよ、夏焼さん。はい、ももち。え、おお、どうしたの。ライブでの MC マジで尊敬、ファンのみんなを楽しませるプロ。おおリアルに喜んじゃってるじゃないですか。もうかつんでるみやびー。やめてやめて。でも本当に本当に思うの、やっぱりテレビとか出てる分、座ってまず座って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 、ニヤニヤが止まらないですよ。やばい、みなみちゃんに被ってるから、リーダーが被ってるから大丈夫だけど座って、ね、やっぱね、喋りがやっぱり上手だなってすごい思うんですよ。やっぱラジオとかも一人でやってっていうのもあるから、うん、なんかね、そういう面ではすごく頭の回転がいいなって。何その顔やめな。普通に笑うな。はい、本当に思うんです。うん、あれですね、普段そういうこと多分面と向かって言ったりしないじゃないですか。うん、言わないですね。言わないんですけど、うん、でも本当に日々思うんですよ。うん、てかすごい喜びすぎじゃないですか、ちょっと素で喜んでるじゃないですか。やめやめなよ。いいわーい。やだー。後ろ向いてこない、リーちゃんの冷めた顔。しわやったり冷たい、冷たいすぎる。呆れてますけどね。いや、いい番組ですね。うん、思います。ありがとう、みやびちゃん。気持ち悪いよ。ね、もう今度からアンケートに書かないようにします。もうみやは信じてるよ。怖い。みやはだって。はい、じゃあ続きまして、これすみません、みんなですね、うん、熊井さん、はい、最近はメンバーでライブのセットリストを提案したりしてるんですが、みんないろんなアイディアを持っててすごいと思います。そうなんです、私はあんまりこう自分でセットリスト考えられないんで。アイディアがそんなにアイディアを思い浮かばなくて。なんかざっくりこういうことしたいっていうのはあるんですけど、
実際問題なんかできなそうなことばっかり思い浮かんできて、例えばステージであの空飛んだりみたいな、なんていうんですかこうあるよね、あるね、 あとこう炎バーンって出たりとか花火打ち上げたいとかっていう、こう願望はいっぱい出てくるんですけど現実を見たら全くできないことばっかりで、わ割とコンサートの時とかってそういうみんなで集まってなんかやりたいことあるみたいな会議じゃないけど、そういうのがあるんですか？はい、最近メンバーの意見を取り入れることが多くなってきて、こうイベントとかでもセットリストの構成とかを考えたりするんですけど、そういう時に私はあんまりこう発言しない、アイディア出てこないんですけどみんながちょっとすごいいいものを作ってくれてるんで、私はそれに納得しながらイベントやってますちなみに特に誰がアイディア出てるんですか？やっぱキャプテンを中心になんですけど、もちろん副キャプテンのみんなもだし、あとモモもすごいなんかこの曲いいんじゃないとか、ここにこれ入れた方がいいよねとかすごい分かってて、あれですね、彼女になりたい、提案したの鶴永さんのね、ちょっともうまた2連ちゃんでやめてくださいよそういう褒めるのは。だいたいなんか決まってよね、曲は、キャプテンとモモとチートマーが、そうなんですね、はい、曲はミヤたちは衣装担当、衣装担当で3人が、はいはい、で、くまえちゃんともにそうだね、いいと思う、そんな感じみんなすごいなってそこで思ったりしてるそうですね、見守ってますでもやっぱその時にパッて決めた時は言ったりするんですけど、衣装とかはちょくちょく入れる隙間はあるんですけど、それがあんまり思い込まなくて曲とか難しいよね。そう、難しい、難しい、武道館の曲ってどこ辺まで絡んで、1曲目とかっていうのは、1曲目はもうみんな穴なしがいいって言って、結構満場一致というか、頑張っちゃえとか、それはメンバーもあのスタッフさんたちも、頑張っちゃえとかやりましょうっていうのは頑張っちゃえ、皆さん何やってるんですか？なんか桃ち結び割れてきましたね、この辺割れてきました、時間が高いんで夜も深いんで魔法のスプレーがないとねそう、魔法のスプレーがないとね魔法のスプレーただのスプレーだと思います魔法のスプレー、魔法のスプレーがね、そう、ここが割れてありがとう絶対触ってほしくないんですよ、ありがとう、ありがとう、すごい気持ちは嬉しい、すみません、全然続けてくださいではでは次行きましょうか、はい、菅谷さん、はい、実はというわけではないんですがキャプテンです、はい、小さい頃からみんなをまとめて仕切ったりするところなど今でも尊敬してます、はい、ありがとうございます、そうですもうずっと変わらず、なんか本当に大事な、まあ、あの記者会見とか、はい、まあ、そのインタビューとかでも絶対にその最後必ずまあキャプテンが締めなきゃいけなかったりとかするところで、はい、私がもしキャプテンだったら絶対うまく締められないし、もう緊張して何にも多分真っ白になってあばばばばってなっちゃうんですけどでもあばばばばってねなっちゃうんですけど、でもいいですね、はい、でもやっぱりそういうところをキャプテンがびっしりあの締めてくれるので、あのそういうところすごい、そういうところも尊敬してます、あのあとライブとかの立ち位置とかも自分以外じゃなくて他のみんなのメンバーの位置とか、まあ、振りもなんでここ覚えてくれてるのみたいなところまで覚えててくれたりとかするので本当に頼りになります。でも本当は自分でちゃんとやらなきゃいけないんですけど、でもやっぱそういうところがあるので、どうしてもやっぱ頼っちゃったりするので、なんかまあ一人でまあちょっと活動とかしてるときにキャプテンのありがたみをすごい感じます。あの実は徳永さんも、キャプテンあげてて、そのさっきお話出たダンス、自分のダンスの倍地以外もみんなの分も覚えてるっていうのをあげてるんですけど、それ結構かなりすごくないですか？だって全員覚えてるってことですよね。本当にすごい。でもなんか一番びっくりしたのはそのビリーズ工房の単独ライブ以外のそのハロープロジェクトのライブのだった場合、なんか急に矢島まゆみちゃんが自分の番号を把握してなかったんですよ。はいはいはい、でなんかまゆみがポカンって突っ立ってたら、キャプテンが
あの前見何番だよって言ってるとこを見かけたときは天才だなって思いました。本当に思うよね。すごいね。すごい。本当に思う。いやいやいや。すごくないですか、それ。だってなんか倍一を覚える以外にも、例えば振り付けを覚えないといけなかったりとか、うん、そのただ移動だけじゃないじゃないですか。ちゃんと振りもやらないといけないし、うん、それを全部やるっていうのはもう天才だなって思います。すごい、え、例えば新曲とかでも分かるのと、今じゃ例えばダイエット王国の初めの並びこっちから順番に行ってって言ったら言えるもんなの、ちなみにダイエット王国、うん、ちなみまあさ、うん、リサ子、モモ、ミヤ、クマイちゃん、私合ってる、合ってる、合ってんのかな、合ってる自分で問題出しといて分かんないっていうね合ってる合ってる合ってる、すごいね、すごい、私アンケートにはモモチって書いたんですけど、はい、キャプテンの方がもう全然尊敬してない書かなくても分かってるでしょうぐらいのレベルです。もう殿堂入りなんでキャプテンは、ね、もうみんなもあげるだろうしね、はいはいはい、うん、もう当たり前なんでそこは、うん、まあ、しょうがなく書いたみたいな何そのお情けで書きましたみたいな、はい、え、でもどうして覚えれるんですか。別になんかあのこれ言うとまたなんかあれかもしれないんですけど、はい、覚えようと思って覚えてなくて、なんかこう天才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 だな。待ち時間とかあるじゃないですか、はい、他の子がこう振り付けてる間とかに、はい、なんか暇な時間にこうみんなをパーッと見てたら自然と覚える。すごいすごい。だって他のグループのあの曲とかも多分ほとんど踊れるよねきっと。なんとなく、なんか見てると、うん、なんかダンスとかは特に好きなんで、うん、なんか自分も追いたくなるからかわかんないんですけど、自然となんとなく覚えてるみたいな。かっこいい、かっちょいい、うぇいやめて、なんかその天才っていうところで、ね、え、なにまーさん、なにまーさん、なになに、さっき小声でマイク通してよ、なになに、なんすか、なんすか、他のグループの曲聴いても音程が入ってこないんですか。ぶっこみますね。なんだろう、なんですかね。ぶっこみますね。耳が悪いんですかね。なんなんだろう。悪くないよ。大丈夫だよ。どう思うりちゃん。そうですね。マーサはちょっと歌に個性があるというか味がある、ね、味がある、ね、味がある。でもあのもう歌姫が最近、うん、マーサ本当に歌上手くなったねって言ってくれて、いやでもそれ うちのママも、うん、マーサちゃん上手くなったねママも言うよね。本当にうちのママも久しぶりに武道館見に来て褒めてた点が2点あって、うん、その本当にあのマーサの歌が上手くなった、熊井の MC が上手くなったの。やったそう、そうだった、うん、ちょっとまたマイクかパソコンかかるんですけど音、そうですね、ノイズのちょっとノイズ入ってます ね、はい、いいっすか、まあまあまあ、まあ、いいっすか、はい、はい、じゃあ次の質問いきましょうかね。はい、はい、これまた結構面と向かって言えない系ですね。今まで行ったことはないけれど実はこのメンバーのここが好きというところを教えてください。ミヤ絶対ももちじゃん。いやいやそれはないよ絶対違うと思う。それはないんじゃないですかね、うん、どうなんですかね。それはないと思う。いや書いてない。行きますよ、うん、じゃあどっから行こうかな。夏焼さん、はい、なんだかんだみんな好きです。ざっくりしてますよね。ざっくりしてますね。いやみんな好きなんですよ本当に、うんうんうん、誰よりも誰よりも、うん、まあ何ですかね、まあ、キャプテンは好きです。ありがとう。なんかまあみんな好きなところがそれぞれあって、うんうん、おそれぞれ来たねそれぞれ言っちゃったねそれぞれ言っちゃったよ言っちゃったよ自分から言ったどこが好きっていうかたまに、まあうん、普通に生活してる中で優しいなって思う瞬間があるとか、うん、それぞれ、うん、そうちょいちょい、うん、あるのちょいちょいあるの、そうそうそうちょいちょいあるから、うん、安心して、うん、はい、なるほどなるほど、はい、では次の人いきましょうか、うん、つぐながさん、ももちです。ももち、はい、はい、いつも若干冷たいメンバーだけど不意に見せる優しさにキュンとします。インフルエンザの時に非常に愛のあるメールをもらったときは涙が出そうになりました。これはメールをもらったのはこれは去年の成人式の日
ですね、まあ、雪のすごい持った日だったんですけど、うん、あの日に、まあ、ももち一人インフルエンザになっちゃって、うんうん、でその他の6人だけでそのリリースイベント、はい、ウォントっていう曲のリリースイベントとかがある日 で、はい、でやっぱ、まあ、たとえ私であっても一人抜けるって結構その迷惑しちゃったりとか、うん、心配とか、まあ、すごい負担が大きいからあの今回はももちがその自己管理ができてなくてインフルエンザになっちゃってみんなに迷惑とか心配かけちゃって本当にごめんなさいみたいなのを、まあ、LINE で送ったんですよ、はい、したら一斉にガーってベリーズコープっていう LINE がグループがあるのでが、ねはいうん、ガーって送ったら一人ずつそこ言わんのかい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 来てそこを許してにゃんだろっていうツッコミが6人捨てにバーってきてなんかその瞬間になんか普通に体調大丈夫とかなんか早く良くなんないよっていうコメントより何よりそのツッコミがなんかすごい気持ちが楽になったっていうか愛を感じたわけですねすっごい愛を感じてちょっと不覚にも涙が出そうになりました本当にあれはらしいしらしいメールっていうか本当に嬉しくてそうですね、はい、すごいこうやってネタにもさせていただけるしありがとうございますって感じです本当感動しましたあの時はみんなその時なんか同時にいたりしたんですか同じ場所みんな同じ学校にいて、うんはい、じゃあももに送るかせーのポイって送ってポイポイポイって送ってポイって送って感動してくれたらしいですそのねポイポイで感動してくれたみんなでも揃えて送ったんですねあそうですちなみに発案したのって誰なのそうこうやって送ってやろうよみたいなさそういうなんかのになるじゃん誰どうだろうね覚えてないのもう自然とみんなでそういう流れ、うん、あすごいやっぱこっちはめっちゃ爆笑しながら爆笑そうでその日も雪が降ってて、うん、ちなみのブログを見たんですよしたらなんかみんなで雪遊びしたみたいで、うん、雪だるまが7体作られてて、うんうん、一番端っこにあったちっちゃい雪だるまに桃地結びがちょんちょんって託されている写真を見た瞬間にもいつも冷たい態度を取るくせに何こういう時だけなんかちょっと桃地違うんですあれは違うあの実はあの外で雪だるま作ったら、なんかそのブログの更新なかなかしないからって言ってスタッフさんが、端っこの雪だるまに髪の毛つけとけって言われてそういうことねそうだったんだそうだったんだねまあ確かにインフルエンザでいなかったし、うん、その写真もちょっと派手になるからあのちょんちょんって突き出してあのブログ更新しましたはい。それはちなみの意思っていうかマネージャーさんがまあまあ私の、まあ、最終的にそのやろうと思ったのは私だから、うん、まあジャッジはね最終ジャッジはね最終ジャッジは私なんですけど発案、まあ、まあ私じゃ私もそうしたかったなとは思ってたんだけどそれより先にあのスタッフさんが思い浮かんじゃってああそうだったんだ、はい、あまあそう思ったんだけどねそう分かった分かった、はい、すごい愛のグループだなってやっぱ改めて思いますね、うん、いやこういうふうに言い合えるのがいいですよね本当のこと言えますからねですよね、うん、どういうことですかいや本当のことを言い合える仲だっていうあネタにもできるし、うんうん、っていうのはすごいやっぱ仲がいい証拠ですもんね、うんはい、次行っていいですか、はいはい熊井さん、はい、みんなで鬼ごっこしたり雪合戦したり子供心を忘れてないところが好きですこれもみんなですね、そうですね、うん、みんなですねやっぱもう4月でもみんな20歳になるのにまだ鬼ごっことかしてるんで本当ですよすごいですよ ね、 そうですねその辺でもうやっぱそういうところ本当にいいなと思ってもうこれからも10年10年以上もうやっていきたいですね30歳で30歳になっても鬼ごっこはいもうフレッシュさを忘れずに辛いねやろうやろうやろう乗った大変ではここからまた個人の名前が上がってきます、じゃあ徳永さんいきましょうかね、はい、熊井ちゃんのマイペースな感じが大好きですミヤのファッションが好きですとのことです、はい、これはあの熊井ちゃんは、うん、言わない普段言わない言わない、うん、熊井ちゃんはあの例えばストレッチ中とかにみんなでなんかワイワイ話しててなんか6人がツボっていうのに熊井ちゃん一人真剣にストレッチやってたりとかでそれでみんなが熊井ちゃんのことこうやって眺めてるんですよ、うん、でも笑ってもなくシーンってなってるのに熊井ちゃんそれにも気づかず一生懸命ストレッチやってたりとかなんかそれが可愛いなっていつだっけその時私もう覚えてるなんだっけな大阪公園かな結構あるよ結構ある今だよ1回2回じゃない1回2回じゃない何回もある何回もある基本そうなんですよ、うん、そのストレッチ
中に限らず楽屋とかでもなんとなくこう6人が盛り上がってるところでクマちゃんパッて見るとなんか自分のやりたいことやってたりとか、うん、そうですね。ストレッチって基本朝なんだ、ライブとかだと、はい、朝はもうほんとテンション低いというかスイッチ入らないんで、うん、あんまりなんか別に面白くないなと思って壺多分違うんですよ、己の世界にも没頭し笑う壺がたまにずれるんですよね。たまにじゃないかもなんですけどでもまあそこもマイペースに、面白い時は面白い話題に入って、うん、今はいいなって思う時は別に入ってないですもういいからその辺がいいところですね、はい、マイペースも、はい、夏焼さんのファッションが大好き、ね、そうだったんですね。ミアは何着洋服を買ってんだっていうぐらい、うん、きっとお買い物もしてるし、うん、なんですけどさっきキャプテンが言ったようにその衣装を、うん、あの自分がこれ着たいと思ったらアイディアがね、うん、言ったりとか、その服に対しての大好きなんですっていう意欲、うん、意欲がなんかなんで2回言うんですよ自分が好きなものに没頭する感じがすごい素晴らしいなと思います。洋服、もう愛してますね洋服うんうん、うん、もう本当にお小遣いとか洋服以外何も買ってないと思う。うーん、うん、けどそれでテレビ番組であのモームスさんのあ、ね、はい、コーディネートやったりとかやらせてもらいましたね。であれ見た時にあのと例えばこういう人をコーディネートしたいとかってあります、ハローのメンバーで。あ、そうですね、うんと、キュートの萩原舞ちゃんとか、あ、舞ちゃん、ナキとか中島咲ちゃんとかの、うん、なんかこうちっちゃいミニ写真集みたいなやつ作りたいなって個人的に。あれをだからあのなんかビギナー番組にしてほしいなぐらいのあの選んでる姿がね可愛いんですよ。めっちゃファン目線じゃないですか、ええ、あれ違います。いやそうですよ、皆さんはもちろんそう言ってくれると思うんですけど、あれだからレギュラーでね、かわいい、そうそう、あのファン目線ってファンですからね、もう単純なもう、ええ、夏焼き2押しぐらいですかね2押し気になりますね、2押し気になりますよね、三好全員でっていう。あ、いやもういいですよ、もう僕の話は本当に僕の情報知って何に得になるんですかそれ、ね、うん、じゃあ次行きましょう、はいはい、うん、次行きましょう、はい、須藤さん、はい、清水咲ちゃんの髪の毛が好き、メンバーの髪の毛をアレンジさせてもらうことがあるんですけど一番サラサラしててやりやすいから最高です。そうなんですよ、あの自分髪の毛なくなってからあるよあるよ、なくなってはいない、気づかないそれ危ない、なくなってはいない、なくなってないよ、切ったんだよ、カットした、カットした、そう、はい、短くなってからカットしてからその髪の毛こうって触れることなくなったんですよ、ここにあった髪の毛が、うんうん、触れることなくなったから、そう考えるとやっぱり経費削減のためにも私結構みんなの髪の毛ちょっとリアルな話やめてよ、経費削減とかそのメイクさんの代わりじゃないですけど、そうです、やることが、やってあげることが多くて、やっぱりみんなの髪の毛その触るとやっぱり染めてる子が多いから、やっぱり若干こうきしんだれてるとかしてるやだきしんでるんだよ、言い方が悪いから、一生懸命サラサラ見てるのかやめてよ確かにサラサラなんですけど、やっぱりその中でもさきちゃん染めてる割にはすっごくサラサラなんですよ、だからあの編み込みとかもすごいこう指がスッスッスッって髪の毛に入っていくんでやりやすいんです、うんうん、面白い、はい、そういうあれは絶対わんないですもんね自分たち、はい、でも騎士のメンバーもいい、そこ触れなくて大丈夫ですよもうわかりやすいよね、今一生懸命夏咲さんの行動を見てますよね、私ですか、ええ、いや確かに夏焼さんはやめてよ、確かにパサパサの時あるんですけどそれはまあ、ね、すごいあのやっぱりおしゃれに美意識があるんで、すごく綺麗なこうトリートメントとかワックスとかさーっ て, やってめっちゃオイル塗りますからね、うん、もう夜とかパックします髪、うん、けど清水さんですね、黒髪じゃなくなっ、うん、あ、なんかもう色抜けてきちゃって、あ、うんうんうん、ちょっと今後どうしようか今悩み中なんですけど、黒がいいです。本当ですか、そうなんだこう旬黒がいいですね、そう、一応あのファンの声を伝えておこうかな、へ
ただファン参考にさせていただきます。ただの親父のファンですからね。参考にしていただいて、はい、次行きましょう、はい、菅井さん、はい、実はではないですかってさっきも実はではないですかって言ってましたけど、はい、父の優しいところが好きです。おお、これガチのやつじゃない、ねね、そうなの好きです普段そういったそういうことは言ったりしない言わないです。うん、言われないです、はい、優しい、優しいんです。どういうところが優しかったりしますか？これも舞台の話なんですけど、うん、舞台でちょっとまた弱ってた時にだいぶ弱りますよね。いや、ほんと舞台の時弱っちゃって舞台はね、うん、精神的にちょっとで、そういう時に夜、ちいさんかちいさんから、うん、メールが来て、うん、なんかちょっとあんまり覚えてないんですけど、あ、まあ、もうあんま覚えてないそこ覚えてないでも、うん、でもまあ一人じゃないからねみたいな、なんかみんないるよみたいな、なんかそういう感じの、なんかすごい感動するあの LINE が来てて、その後もちょっと電話したよね。電話なんですけど、もうなんかみたいになっちゃってて弱ってた弱ってました弱ってたね。そうなんです。やっぱこうなんだろう、タイで一人じゃないっていうのを学んだからあ、そうですね、そうなんか感じたとみんなにも伝えようと思って、でもジャンヌの時は本当にリサ子空き時間とかみんなでワイワイいつも遊んでるんですけど、うん、常に台本と向き合ってるか、うん、常にジャンヌの歌を歌ってるか、うん、もうずっと1ヶ月まるまるもうジャンヌに時間を費やしてたって言ってもいいほど、うん、ちょうどハロープロジェクトのライブをやりながらの稽古だったんですよ、うんうん、だからライブしてる時以外その空き時間でも何にでも常にジャンヌだったんだたんで、うんうん、そうだね。でもあれをもし自分がやるって言ったら本当にできないからすごいなって思います。優しい、優しいね、うん、もう蛇巻いてよかったですねそうですよね、本当タイに行けてよかった、はい、そこからみんなに、ねね、優しくなれるため、いやその前も優しかったその前も優しかったで す, です、ね、よりなんかいろいろ気づいた、ね、さらにです。そうですよね、はい、はい、ありがとうございました次行きましょう、はい、ラストですね、ここ、はい、このセクションは、清水さん、はい、ももちのまんべんの笑み、えいいですか、いいですか、いいですか、ちょっと菅田さん、続き読んでいいですか、はい、続きあるって、他のメンバーより心から笑ってる回数が少ないと思うんですが何それ、そんなももが本当に楽しそうに笑ってる顔が好きです。まさに今ですよね。そうですね、こういう時ですね、素の表情が、うん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 、なんか写真とか見てるとたまに笑ってる風で笑ってない時とか多いんですよ目が笑ってないみたいな時ですね、はい、いやこれ渾身の笑いじゃないなとかよく思うんですけど、うんうんうん、そんなももが時折見せる満面の笑みがなんかこっちもなんか笑いたくなっちゃうような誘われる感じですか、うんうん、あ、いい表情してるなって思いますね超今いいですもん、今いいですよやめてくださいよでもそれこそ武道館の映像を見てたんですけど、はい、なんかスタッフが作ってくださったその時の DVD、うんうん、なんかまだ出来上がるかじゃないんですけど、うん、その DVD をお家で見てる時にうわ、ももめっちゃ楽しそうって思っていい表情してるなって思ったんですよ褒められてる、いや、そのすごい嬉しいけど常に笑ってるよ、つくげ顔とかしたことないし本当にファンの人にえって言われちゃってお見たよねしたらはい、あ、なんかでもいいですね、なんかいいですね、本当この企画いいですよね、いや、本当今日良かった良かったですねいや、本当、ね、じゃあこの流れで次の質問言っていいですか、はい、うん、10年間でメンバーに対して本気でムカついたことありましたか逆にね、これいきましょうか、お、徳永さん、はい、ももちの許してにゃんはいつでもムカついてしまいます そうですね、ごめんね、なんか気分いいところ本当だよ、いや、なんか寝坊とかした時に、はい、うん、その5分10分ならわかるんですけど、うん、それ以降だともう6人みんなその移動の車で待ってるわけですよ、はい、
なんですけど、現れた時に一言目がまずゆるしにゃんだった時はもうプチンってきました。あとはなんかこうテレビとかも応援はしてるんですけど、そのゆるしにゃんをやる瞬間はなんかやっぱ常に一緒にいるから分かるんですよ。もうすぐ来るみたいな、来るな来るなって来るなってのが分かるんですよ。分かる分かる分かる、読めるよね。そうするとチャンネルを変えます。あっとやば。許してんじゃん。わかる？くる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 。なんかこの辺なんか準備してるもん。そう。なんかくねくねするの。そう、うん。カメラどこかなってちょっと探す。探す。探す。食べるのが遅くなるの。うん、私はこうなって、うん、ちょっと体がくねくねするし。そうそうそう。そうなの。やるやる。ちょっと自分でさ自覚なのにそうやって見られてるってめっちゃ恥ずかしいね。それか、家族が見たいって言ったときは、まあ、消音です。もう、ミュート、ミュート、音全部消します。すごいね、って言われちゃってますね。はい、あとは、うん、まあ、ぼちぼち応援してますね。ぼちぼちね。あ、ぼちぼち、はい。いやちょっと恥ずかしいな、ね、ちょっと恥ずかしいね、バレてるんだ。バレてるね。うん、わかる、うん、ちょっと今度見ててごまかしてみるから。わかった、頑張ってみて。じゃあ次いきますね、はい、須藤さん。はい、嗣永桃子ちゃん。おお、え、ま、あ、ちょっと待って、ちなみに正直、はい、まあ、予想通り、はい、モーサー、これちょっと理由聞きましょうよ。はい、ここのお店行こうって誘ってくれるのは嬉しいけど、そのお店がどこにあるか自分で調べない。そうなんですよ。だから、ね、じゃあこの日で10時に待ち合わせのとかあるじゃないですか、はい、で時間通りにやっぱり来てくれるんですよ、はい、でその後すごいたまに分かりにくい地図とかあるじゃないですか、はい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 、携帯とかでもそのホームページに載ってるやつ、うん、でそれを見せてくれるんですけど、ここに行きたいんだよここにみたいな。事前から調べてくると思うんですけど、自分が行きたいって言ったのに誘ってくれたのに、うん、でその方向向かっていくんですよ、うん、そしたらやっぱり案の定違うんですよ道が。で私がその分かりにくい地図見ると、私もやっぱり違う方向行くとすごいなんか、え、なんで間違えるねみたいな感じを出すんですよ。責任転嫁をしてくるみたいな、うん、それで結局はもうちょっと分かりやすいとか、最近こう携帯に入ってる地図のやつ工程あるじゃないですか、あれやって結局たどり着くみたいな、もう自分で最初から調べてくれないのが本当に嫌なんですよね。これガチなやつ、今本気の顔してた。本当に嫌なやつ。こっちにも分はありますよ。どうぞどうぞお願いします。はい、っていうの私からそのなんていうんですかね、マーサが好意的にこう先に調べてくれるっていうか、はい、この間も例えばご飯行こうって言って、うん、それぞれ一緒に同じタイミングで池袋に着いたんですよ、はい、そこからまあ一緒に買い物すればいいけど、お互い違うもの買いたかったからまず別行動で。ベリーズ工房っぽいですね。で、うん、で、まあ、3時間ぐらいして、はい、ちょっと長いです。それ一緒になんかやってないですよ、それ完全に、うん、3時間後集合でいいじゃん、じゃあ、その3時間後集合でいいじゃん。違う、それで帰ろうと思ったんですよ、自分のタイミング、はいはい、そしたらちょうど LINE 来上がって、うん、はい、いや、言い方LINE 来上がったんですよ。そしたらマーサーもう帰ったみたいだったから、いやまだいる、そしたらご飯食べないとか言って、ちょっともうちょっとで会計終わるから待ってて、そしたら分かった、そしたらその間にお店調べてくれたんですよ、個室でとかなんか、うん、雰囲気がこういう感じを視界向けとかいろいろ調べて、でここいいなと思ったから、それこそ地図をスクリーンショットをプシッってやって、はい、ここに行きたいですっていう、うん、そこまで別におかしくないよね、ねえねえねえ、地図もあるんだから、うん、そっからはその方向音痴だから、ももち人に頼る、ね、できないことはみんなで助け合う、ねえねえ、ここ全然間違ってない。地図だけポイって渡されて、うん、でそうなんですよ。で大体私もそのモモが来る前に、じゃあここのお店調べとこうと思って大体地図で見たんですよ、はい、でこっち方面だなっての分かったから、じゃあこっちだねってモモに言ったら、その後またちょっと道が分かなくなったから、うんうん、モモがここでしょみたいな感じで言ってくる。でもその地図もなんか信号があって、うん、このスーパーあってみたいなざっくりした地図だからよく分からないんですよ、何本目の道を曲がるとか、うん、そうそう、うん、でもほらベリーズの母だからすごい期待しちゃうっていうか、もうマーサが知らないことはないっていう感じなんだよね。ね、人任せだね。なんかちょっと今日は私印象めっちゃ悪くないですか。いやいや、もうなんかこの道はなんか怒るわ、人は信じてないわ。家族も信じてないわ。家族も信じてないみたいな感じになってるし、いや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 、でも笑顔が好きとか言われちゃって。一人で何やってるんですか。本当だよ。
何喜んでんの、いいですか、いいですか、はい、次いって、はい、あとはですね、実はあの名指しのメンバーはいません、うんうん、あとは例えば熊井さんだったら小さい頃はお菓子の取り合いで喧嘩してましたとか、はい、そうかわいい、あの菅井さんだったらメンバーには別にあんまり怒ることはないです。メンバーにはって書いてあるのが気になりますけどね。誰他の人にはあるの、あるのあるのあるの、誰いや、まあ、たまにマネージャーさん喧嘩しますそうですね、ずっと一緒にいるからね、はい、でもそれは絶対ありますよね、うん、そうですね。で、他の方がまあ、清水さんは同世代の女の子では、はい、まあ、よくある喧嘩をよくしてましたけど、まあ、それはもうみんな同じだと思いますみたいなところで、うん、はい、感じですかね。で、嗣永さんは私何て書いたっけ、きっと桃地の方がイライラさせてると思います。自覚あってんじゃん直してよイラドルなのでって書いてありますけど、イラドルがこれまたちょっと凝ってるんですけど、イラドルの括弧してあって可愛らしいアイドルなのでって書いてある。そう、可愛らしいアイドルって、あ、なんかここ皆さんベリーズ工房のファンの方ですよねすんごい今日アウェーなんですけど、ファンだからこそ この空気じゃないですか。そういうもんなんですか、うん、なんか私のホームってどこにあるのってすごい思うんですよねここみんな家族的な感じなんで、ここですよもう、うん、本当に、うん、合ってる今日ここ合ってる合ってる、うん、合ってだって知ってる人の顔 いっぱいじゃん、うんうん、そこ合ってるのか、合ってる合ってます合ってます、よかった間違えちゃったのかと思っちゃったで、夏焼さんがちょっと気になるところなんですけど、はい、一つだけありますって書いてあるんですよね、うん、あります、ムカ、うん、つくことですよね、はい、10年間怖いよ怖いよ怖いよ、トーンがね、今トーンがマジなんですよ、マジだよ、目がすごいマジでしたね、今ね、うん、ちょっとイラッとしますね、やっぱり、うん、怖いよ、日々やっぱりね、あるんですよ、やっぱり誰に、みんなにっていうかおー怖い、その日によってなんかやっぱ気分とかあるじゃないですか、それぞれの、うん、で、やっぱそういうのとかちょっと当てられるとなんか、はって怖っ、ボンちゃんオブラートにボンちゃんオブラートにガチボンちゃんありますよ、やっぱり女子同士だし、やっぱり、うん、ちっちゃいレベルではまあ、うん、ちょいちょいあるっていうことですか、うん、日常的にありますよ、嘘つかないでよ、みんなあるあるよね、うん、だって本当にあの本当学校みたいな感じだから、あ、そうですよね、あの本当よくあの中学生とかでもよくあるグループとかになって固まって、なんかコソコソするみたいなコソコソする未だにあるし、やっぱり、うん、落ち着いてあるよ、あるじゃん、あるんですよ、本当にありますよ、本当は、ね、その日ね、自分の体調とかもありますからね、うん、そうですよ、うん、普通の本当普通の人間ですか、やっぱり、うん、やっぱりにね、日々あるでしょ、みんな会社の人とか、うん、会社の人ね、あるでしょ、なんでお前に言われなきゃいけないんだよみたいな、ありますよね、素直にならなきゃダメだよはい、そんなところですかね、この質問は、うん、もう時間ですよ時間ですって、と、うん、まあ、もう5分前で、もうあら、マジっすか、5分来てます、あ、5分前、早い告知のコーナーとかですよ、もう告知コーナー、うん、まだ大丈夫、あと5分ぐらい、はい、質問はまだあって答えもいっぱいあるんですけど、うん、そうですね、じゃあウェブとかなんですかね、はい、うん、ちょっとこの中で気になることとか、もしくは他に全然違うこと、峰明さんから何かあったりしますか、何ですか、逆に熊井さんから峰明さんに何かあったりしますか、あるってないじゃないですか何の情報もないんですから、いやでも匂し気になりますね匂し気になりますね、そうですね、やっぱいつこう推し変されちゃうかわからないねやっぱりあれですよが、推し変とか気になります、違う T シャツを着てる人とか急に色違い、ハローのライブとかってすごいわかりやすいんですよ、そうですね、ハローは
顔は知ってる人なのに、うん、T シャツの色が違ったりとかあるあるよくあるんですよ。見えてますもんね。あの最近すごいあの浜ちゃんって言ってるんです。それに関しては研修生あ最近多いんですよ。そっちか。本当最近多いよね。最近黄色よく見ますよね。黄色本当多いです。でも浜ちゃん可愛いですもんね。確かにそれは分かるんですけどね。ほら浜ちゃんどうですかどうですか。それに関してはいやでもやっぱ若さには負けちゃうんでいやいやいやあなんか後味悪いですね、この人もね、なんかね謝って、謝って許してにゃんそうよなぜか今、つぐながさんを見ながら言いましたねちょっと悔しいですね、私以上に盛り上がれて悔しいねいやいやこれ謝ってる流れよくありますけど、うん、徳永さんそれどう思ってるんですか。えだって許してにゃんって、はい本当にそれだけじゃ済まされないんだぞって世の中ね、許してにゃんだけじゃ済まされないことたくさんある、うん、それをその一くくりクーリーにまとめるなっていうことを、うん、まあ今後学んでほしいと真剣に願っています、はい、マネージャーさんにも相談したいくらいですねまあね、許されちゃうんだよね、でも少なくとも、はい私以外のメンバー使ったらファンの方は絶対許すんですよ、うん、仮にね例えばここでじゃあマーサーがちょっとファンの方ドーンって暴力したとするじゃないですか。ちょっと仮に仮に例えがおかしい例えがおかしい例えがひどいよ例えがひどすぎるやっぱりっていつもひどい例えば叩いてかぶってじゃんけんぽいとか例えば遊んでバーンちょっとやっちゃったとする必要以上に必要以上にその時に痛いとでもそのマーサでさえもマーサでさえもさえも、はい、言葉選んで、うん、マーサですらじゃすらほら同じ変わってない変わってないマーサでも、うん、そのあのね何、はい、マーサでも、うん、その許してにゃんってやったらその人はもう多分ニヤッとして全然平気だよって言うと思うんですよ、うん、だからなんか差別だよね差別ねなんかそういうの差別っていうか差別うん、いやそれは現実なんだろうね。つづみなさんが言っても許されないってことなんじゃないですか、うん、やっぱり。ちょっとどうすればいいですか。ね清水キャプテン。また振ったよ。もうやめれてばいいんじゃないですか。やめればいい。あっさり言われましたけどね。うん、続けていきます。はい、続けていきます。入るまで。入るまで。うん、お拍手が。しみる拍手ありがとうございます。心にしみます。ここらでお時間ですかね、はいはい、いやもう2時間ですよ2時間、うんね、もう帰れないですよ皆さん。そうですよもう、うん、そうだね まだ大丈夫いやいやいや、はい、あ告知、はい、告知じゃあベリスコボさんの告知がありましたら、はい、お願いします。はい、はい、本日2月19日に34枚目の両 A 面シングル大人なのよそして1億3000万ソーダエット王国がリリースになりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどマネージャーさんからデイリーで4位と聞いたので、はい、ウィークリーで3位以内に入れるように頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。そして2月の26日にはベリーズ工房2枚目となりますベストアルバムも発売になります。こちらはですねまあ、ベリーズ工房の歴史も凝縮されてギュッと詰まった1枚になっておりますのでぜひぜひそちらもよろしくお願いいたします。はい、そしてですね、3月の1日から約1年ぶりとなるベリーズ工房単独ツアーが始まります。今回のセットリストそして衣装もちょっとずつメンバーの意見も取り入れながらのライブとなっておりますので、うん、皆さんぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いします。お願いします。はい、3月3日楽しみにしてます。ありがとうございます。そうですね、お待ちしております。月曜日なんですよね、はい、平日です。平日なのに平日です。はい、心がね弱ってまた涙を今のところだけ
最近酔ってないっていうね、はい、そうですね、ちょっとずつ改善を良くなってきているっていう、はい、いいことだね、うん、助けてくれますかね、弱ってる心、アイドルは。そうですね、うん、そう、はい、ということで、はい、お送りしてまいりました、ね、もう本当にもう本当にこれで良かったのかって結構辛そうでしたね、座ってるのが。やっぱり結構お尻がちょっと長いですね。確かに立つと楽ですね自分でも立ちましょうか、はい、はい、はい、じゃあというわけで本日のゲストはベリーズ工房の皆さんでした、はい、ありがとうございました。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 ちゃんとストレッチして帰ってください。おやすみなさーい。おやすみなさい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの一つ告知を、3月19日に、DVD ベリーズ工房10周年記念日本武道館スペシャルライブ2013やっぱりあなたなしでは行けないが、出ます。忘れてましたね1個ね出ますんで、はい、あのこのビデオは DVD は絶対見た方がいいですよね。もう僕あの、はい、ベリーズでベストライブ何って言ったら間違いなく僕武道館ですからね。おお、そうですか、うん、先日の、うん、ダブルスタンバイから始まって、うん、やっぱりあれだ、なんかこうなんだろうな、なんかこう見ててもうこれが永遠に続けばいいなと思ったライブってなかなか珍しくて、うん、で生さんにも言ったんですよね、2時間半ぐらいでしたけどやっぱりスプリングスティン並みに4時間半をやってほしいなっていうずっとね延々と永遠とやってほしいですよねって思ったぐらいいいライブだったので、ソフト化されると、だからもし行けなかった方とか、もう一回戻りたいですもんあの日ぐらい僕は結構いい内容だと思うのでぜひお聞きいただければと思います。はい、はい、で次回次回はですね配信のみなんですけども、はい、3月4日火曜日にですね時間ちょっとまだ未定で、これはオフィシャルホームページに出しますが、はい、アップアップガールズかっこがり、はい、アプが第2章かっこかり大晦日イブイブイブ決戦の模様をですね、はい、放送します。川崎でチッタクラブチッタですごい特殊なステージでやった映像がありますんで、それをちょっと一挙約2時間ぐらいですけども、はい、夜に流しますのでお時間ある方はぜひ見てください、はい、であとアイドル36号のレギュラー会はい、生が全国各地から集めてきた CDR をタワーで売ってない CD ばっかりをかける会があるんですよ。それが3月14日の金曜日、21時30分から、はい、レギュラー会がありますの でこれ入場フリーでいつもやってて、ただ本当にこう2人でダラダラ喋ってだけ CD をかけてるだけっていう番組で、もしローカルアイドルとかライブアイドルとか興味ある方はぜひチェックしていただければと思います。お願いします。はい、あとティーパレットで1個、はい、アップアップガールズアルバム出ました。あ、今日発売日ですよね。今日発売です、うん、ぜひともそちらもお願いします。こんなとこですかね。はい、今日はねパレットって後半僕ねもうなんかこうすごいね、ごめんさんが喋るたんびにカッと赤くなって、ね、またスッと見ないんですよあまりここね、つくながさんとか普通にこう見れるんですけど熊井さんがこう視界に入ってるとね、そうそうそう、直視できないみたいな、直視できないですね。お疲れ様でしたっていう感じですね本当にそうですね、はい、長い間2時間長丁場でしたけどもありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございました。